私100なんて持ってないんだけど。いつ崩したの？ああ、私1000しか持ってない。1000、1万円でさ、800円払うようなもんでしょ。そういうことです。100がいっぱいになる。辛くない？まあ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 。そう。まあしょうがないけど。エスパーだったね。いや、なんかね、最初キウイって言ってお金払って作ってくれて、で私も待ってたのから、私の顔見てパパイヤって服じゃない、服。嘘嘘でしょ。服の色が超似てるわ。そういう会話しなかった。いや、もうしてないと思うんだよ。してない。で、私がパパイヤいただこうか。どうですか？キウイ美味しいです。なんかサイズ感違うな。特別なんじゃない？なんかパパイヤでは。じゃなかったら何なんだ。パパイヤ。パイヤ。なんかまろやかなキウイって。これは確かにパパイヤ。いや、パパイヤ食べたことある？好きじゃない。そう。南国のパパイヤって確かにこの味。非常に食べると。自分のでもないけど。ねえ、私。香りのある消しゴム食べたらこういう味する。違うよ。これパパイヤを食べたことあるかないか。パパイヤってどういう？あの。買おうよ買おうよ。すげえ楽しみ。香り付きのさ、消しゴムだしね。いや、すげえわかる。え、そうでしょ。なんか、多分消しゴムを溶かしたら。いや、そうだよ。あんたのまと、まあ、ピンクのまと、まとまるくるそう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 。かじった時、こういう味する。ちょっと、ちょっと飲んで。そうですよ、やっぱ消しゴムじゃない。やっぱ消しゴムじゃない。誰だよ、左上が一番美味しいって言っちゃうやつ。美味しいみたいな、名物だって。おかしくない？美味しいかどうかは、それは知らない。でも、収納が好きって言ってる国だから。南国でパイヤを食べて生活してた時代があるので。何その優雅な生活。どういうこと？タイに留学してた時に、パイヤが普通にあの屋台で売ってるわけですよ。あのこの味だっていうのは知ってる。ただ牛乳と混ぜてはいけないって私は学んだ。ダメ。